人細胞の画像。微小管が緑、染色体が青、キネトコアがピンクで示されている。同源体、またはキネトコアは、真核生物の細胞において、複製された染色分体に結合する円盤型のタンパク質構造であり、細胞分裂時に姉妹染色分体を引き離すために、つむ糸が結合する部位である。キネトコアは、セントロメア上で組み立てられ、 有意と分裂と、減数分裂時に染色体を防水体の微小、カンポリマーへ連結する。また、キネトコアのタンパク質は、姉妹染色分体をつなぎ止めておくのを助け、染色体の編集にも関与する。脊椎動物、菌類、大部分の植物を含む、モノセントリック染色体の生物では、各染色体には一つのセントロメアが存在し、そこで一つのキネトコアが組み立てられる。 線形動物や一部の植物などのホロセントリック、染色体を持つ生物では、染色体全長にわたって、キネトコアが組み立てられる。キネトコアは、細胞分裂時の染色体の顕著な運動を開始し、制御し、監視する。エスキに染色体が複製された後の有意と分裂の過程では、二つの姉妹染色分体は、セントロメアによって保持されている。 各染色分体にはそれぞれ反対方向を向いたキネトコアが存在しており、それぞれが防水体の各局へと連結される。中期から後期への移行後、姉妹染色分体は分離され、各染色体上のキネトコアが防水体局への移動を駆動する。二つの新たな娘細胞はこのようにして決定され、それゆえキネトコアは優位と分裂と、 減衰分裂時の染色体分離に必要不可欠である。キネトコアは2つの領域から構成される。最も単純なキネトコアであっても19種類以上の異なるタンパク質から構成される。こうしたタンパク質の多くは深刻生物の間で保存されており、キネトコアの DNA への結合を助ける特殊なヒストン H3 のバリアントなどがある。 キネトコアの他のタンパク質は、防水体微小管への接着などを担っている。ダイニンやキネシンなどのモータータンパク質も含まれ、有意と分裂時の染色体の移動の動力を賛成している。マトニなどは、微小管との接着やシマイキネトコア管の張力を監視し、これらのいずれかが見られない場合には、スピンドルチェックポイントを活性化して、細胞周期を停止させる。 キネトコアの機能には、防水体微小管への染色体の固定、固定の検証、スピンドルチェックポイントの活性化、染色体の移動の推進力の賛成などがある。微小管は、アルファチューブリンとベータチューブリンからなる純安定性ポリマーであり、慎重と収縮を繰り返す。この現象は動的不安定性として知られている。こうした非常に動的な性質は、 キネットコアの機能へと組み込まれ、染色体の移動と分離の制御が行われる。キネットコアの構成は、有意と分裂時と、減数分裂時で異なることも報告されており、相同染色体の対応、姉妹キネットコアの同一方向性、セントロメアのコヒーシンの保護、スピンドル極体の結合と複製といった、減数分裂特有のイベントには、減数分裂のために、 完全なキネトコア構成が必要不可欠である。キネトコアはいくつかの層で構成されており、こうした構造は電子顕微鏡を用いて観察されており、当初は従来型の固定染色法によって、近年では迅速凍結置換法によって観察が行われている。脊椎動物細胞におけるキネトコアの構造と構成要素キネトコアの最も深い層はインナープレートである。 ヌクレオソームからなるクロマチン構造上に構成されており特殊なヒストン、補助的タンパク質、DNA を含むセントロメアの DNA 構成は脊椎動物のキネットコアにおいて最も理解が進んでいない部分の一つであるインナープレートは細胞周期を通じて分離されたヘテロクロマチンドメインのような外観をしているインナープレートの外部に位置しているのがアウタープレートであり 主にタンパク質で構成される。この構造は、角膜が解体された後でのみ、染色体の表面に組み立てられる。脊椎動物のキネトコアのアウタープレートには、約20カ所の微小簡単固定部位が存在するが、出芽酵母、サッカロミセスセラビシのアウタープレートには、固定部位は一つしか存在しない。キネトコアの災害部のドメインは、1000以上のコロナを形成している。 この構造は、微小管が存在しない時にのみ、一般的な顕微鏡で可視化される。このコロナは常在型、または、一家的な動的タンパク質ネットワークによって形成されており、スピンドルチェックポイント、微小管固定、染色体移動の調節への関与が示唆されている。優位と分裂の間、完全な染色体を形成している、各姉妹染色分体にはそれぞれキネットコアが、 存在する。哺乳類の培養細胞では、明確な姉妹キネトコアは、G2 期の終わりに、初めて観察される。こうした初期キネトコアは、角膜が解体される前には成熟した、相乗構造を示すようになる。優位と分裂の様々な時期の傾向顕微鏡による、観察。人の内在性、マット1タンパク質が緑色で、セネップ B が赤色で、ダピによる、 DNA 染色が青色で示されている。キネトコアで組み立てられる最初のタンパク質はセネップ A である。このタンパク質はヒストン H3 の特殊なアイソフォームである。セネップ A はインナーキネトコアのタンパク質セネップ C、セネップ H、セネップ I、MIS6 の組み込みに必要である。これらのタンパク質とセネップ A 依存的経路との関係は完全には 明確になっておらず、鶏細胞では、セネップ C の極材には、セネップ H を必要し、人細胞では、セネップ I、MIS6 に非依存的である。センチュー C ノーラブリティスエリゴンスと、構成動物では、アウターキネトコアの多くのタンパク質は、究極的には、セネップ A に依存している。キネトコアタンパク質は、有意と分裂時のキネトコアでの濃度によって分類することができる。 一部のタンパク質は細胞分裂を通じて結合が維持されるが他の一部のタンパク質の濃度は変化する。さらにその結合部位でのリサイクルが迅速に行われる動的なタンパク質と緩やかに交換が行われる安定なタンパク質がある。2010年にキネトコアを含む脊椎動物の染色体組成のプロテオミクス解析を目的として マルティクラセファイヤーコンビナトリアルプロテオミクスと名付けられた複雑な手法を用いた研究が行われた。この研究では、キネトコアに対する生科学的濃縮過程は行われなかったにもかかわらず、得られたデータには、セントロメアのすべてのサブ複合体を含む、基地の125種類のセントロメアタンパク質すべてに由来するペプチドが含まれていた。 この研究からは未知のキネトコアタンパク質が約100種類存在することが示され、有位と分裂時の基地構造の数は2倍となり、キネトコアが最も複雑な細胞内構造体の一つであることが確認された。また包括的な文献調査からは、すでに少なくとも196種類のヒトタンパク質が、キネトコアへの極材が実験的に示されていることが明らかにされた。 一つのキネトコアに対して接着する微小管の数は様々であり、出荷工母では各キネトコアに1本の微小管が接着するだけであるが、哺乳類では各キネトコアに15、35本の微小管が接着する。しかしながら、防水体のすべての微小管が一つのキネトコアに接着するのではない。一つの中心体から他の中心体へ伸びる微小管もあり、これらは、 防水体の長さを決定している。一部の短い微小管は、長い微小管の間を結合している。微小管キネトコア管の接着をレーザーによって切断すると、染色分体は移動することができず、異常な染色体分配が引き起こされる。またこうした実験により、キネトコアには曲線が存在し、キネトコアがどちらの中心体から伸びてきた微小管に接着するかは、 キネトコアの向きに依存していることが示された。この特異性により、各防水体局へ一つの染色分体だけが移動することが保証され、遺伝物質の正しい分配が保証されている。このように、キネトコアの基本的な機能の一つは、防水体への接着であり、この過程は、姉妹染色体の適切な分離に必要不可欠である。固定が不正確であった場合はエラーが生じ、 染色体の異数性によって細胞には破滅的な結果が引き起こされる。これを防ぐため、エラーを検出して修正する機構が存在し、その構成要素はキネトコア上にも位置している。一つの染色分体が中心体へ向かう運動は、主にキネトコアとの結合部位での微小管の脱重合によって生み出される。こうした運動には力の賛成も必要であり、 同様にキネとコア状に位置している分子モーターが関与している。微小管の補足染色体は防水体の双方の極からの微小管と結合する。細胞周期の S 期の間、中心体は複製を開始する。優位と分裂の開始段階には各中心体の双方の中心固定の長さは最大となり、中心体はさらなる物質をリクルートして、 微小管の各形成能力が増大する。有意と分裂が進行するにつれて、防水体を形成するために、双方の中心体は分離する。このようにして、有意と分裂を行う細胞の防水体には、微小管が伸びる二つの極が存在するようになる。微小管は、非対称的な末端を持つ長いタンパク質性の繊維である。橋は、比較的安定で中心体に隣接しており、 橋は身長と短縮を交互に繰り返しながら細胞の中心部を探索する。この探索過程で微小管は染色体と遭遇しキネトコアを介して補足する。キネトコアを発見し接着した微小管は安定化されるが有利したままの微小管は迅速に脱充合される。染色体には2つのキネトコアが 背中合わせに結合しているため、一方のキネトコアが一つの極から形成された微小管と接着すると、姉妹染色分体に存在する他方のキネトコアは反対側の極を向くこととなる。そのためほとんどの場合、二つ目のキネトコアは反対側の極から伸びてきた微小管と結合する。このようにして、染色体は二方向性、またはアンフィテリックと呼ばれる状態となり、 この基本的配置によって細胞が分裂した際の双方の染色分体の適切な分離が保障される。前中期と後期の間の細胞周期の進行の模式図。前中期に染色体は防水体に結合し、中期に染色体は中期盤上に集合する。後期に姉妹染色分体は分離するが、後期への進行は、 スピンドルチェックポイントの活性化によって防止される。染色体が青、キネトコアが薄着で示されている。一つのキネトコアに一つの微小管が固定されると、結合した染色体が極に向かう運動が迅速に開始される。この運動は、おそらく、微小管に固定されていないキネトコアに濃縮されて存在している。第二は、キネトコア微小管が結合すると放出される。 極へ向かう運動はキネトコアに、キネトコア微ビショが結合している限り緩やかなものとなり、運動はキネトコアビショの長さの変化によって行われるようになる。培養哺乳類細胞では、第二はスピンドルチェックポイントの不活性化には必要であるが、防水体の赤道面への集合や、キネトコアビショの獲得、後期の染色体分離には不要である。高等植物や酵母に、 ダイニ人が存在する証拠はないが、橋へ向かう、他のキネシンが、ニンの不在を補っていると考えられている。ないによって、セネップ E のレベルが低下した中期の細胞、中期版に整列していない染色体が矢印で示されている。染色体は、有意と分裂チェックポイントタンパク質、マット1マット2に対する抗体によってラベリングされている。ヘック1と、 セネップ B はセントロメア領域をラベルしており、ダピは DNA を特異的に染色している。微小管の初期の補足に関与している他のモータータンパク質はセネップ E である。セネップ E は抗分子量キネシンで、哺乳類のキネトコアで全中期から後期まで繊維上のコロナと結合している。セネップ E のレベルが低い細胞では、 染色体のキネトコアにこのタンパク質が存在せず、かなりの頻度で中期版へ集合する能力に欠陥が生じる。こうしたケースでは、大部分の染色体は正しく中期版に集合するが、一部の染色体は慢性的にモノオリエンテド状態のままとなる。キネトコア微小管は、中心固定、哺乳類培養細胞では、 防水対極で重合した微小管に由来するものであることは広く受け入れられている。一方で、キネトコアで直接重合した微小管が大きく寄与している可能性もある。NDC80 複合体の役割キネトコアに結合した微小管は特別な特徴を示す。有利している微小管と比較して、キネトコア微小管は低温による脱重合、高い性水圧、 カルシウムへの曝露に対してかなり高い抵抗性を示す。さらに、キネトコア微小管は有利感を持つ、正常体微小管や防水体微小管よりも再生がかなり遅いが、レーザーによってキネトコアから帰りした場合には迅速に脱重合をする。第2位やセネップ E は、キネトコア微小管の形成に必要不可欠ではなく、キネトコア微小管の固定を担っているのは、 NDC80 複合体であることが公母での先駆的研究により明らかにされている。出荷公母では NDC80 複合体は NDC80P、80 P ニューフ 2P、SPC24P、SPC25P の4つの構成要素からなる。この複合体のいずれかの構成要素を結出した変異体では、キネトコアの構造が完全に失われるわけではないが、 キネトコアと微小管の連結が失われる。キネトコアの構造が失われるヘニー体では、微小管との連結とスピンドルチェックポイントの活性化の双方が失われる。これは、キネトコアがスピンドルチェックポイント構成要素が組み立てられる、プラットフォームとして機能しているためであると考えられる。NDC-80 複合体は、高度に保存されており、分裂酵母スキズーサカーミシスポンベ、 センチューシーノーラブディティスエリゴンス、ツメガエルジーナパス、ニワトリ、ヒトでも同定されている。NDC80P のヒトホモログであるヘック1の研究からは、適切な染色体の集合とアリート分裂の進行に重要であること、そしてコヒーシンやコンデンシン複合体の構成要素と相互作用することが示されている。な研究によって、NDC80 複合体は、 キネトコは微小管管の固定の安定化に必要、不可欠であり、高等深化生物での適切な染色体集合の確率へ関与していることが示唆されている。セントロマヤでの聴力の発生の補助に必要であることが示されている。内野、遺伝子ノックアウト、抗体のマイクロインジェクションを用いて、NDC80 の機能不全となった細胞では、異常に長い防水体が形成され、 シマイキネトコア間の張力が失われ、染色体は中基板に集合することができなくなり、キネトコア微小艦の結合は、ほとんど見られなくなる。NDC80 複合体が、直接微小艦と結合し、キネトコア微小艦間,間相互作用面の核となる、構成要素を形成していることを支持する、様々な強力な証拠が存在する。しかしながら、 健固なキネトコは微小管管相互作用の形成には、さらなるタンパク質の機能が必要である、可能性がある。酵母では、この連結には、ダム1ダッシュトリプル D 複合体の存在が必要である。この複合体の一部のメンバーは、微小管に直接結合するが、他の因子は、NDC80 複合体に結合する。このことは、ダム1ダッシュトリプル D 複合体は、 キネトコアと微小管の間の必要不可欠なアダプターである可能性を意味している。しかしながら動物では対応する複合体は同定されておらず、この疑問に対して現在勢力的な研究が行われている。エスキの間に細胞は染色体に保存されているすべての遺伝情報を複製し、この過程は DNA 複製と呼ばれる。この過程の終わりには、 各染色体には、姉妹染色分体が含まれ、この2つの染色分体は完全で同一な DNA 分子である。2つの染色分体は、染色体分離が起こる後期まで、コヒーシン複合体によって結合したままである。染色体分離が正しく起こると、各、娘細胞は、染色分体の完全なセットを受け取る。そのためには、各姉妹染色分体はそれぞれ防水体の、 反対側の極で形成された微小管へと固定されている必要がある。この構成はアンフィテリックまたは二方構成と呼ばれている。しかし、固定の過程で正しくない構成が生じることもある。染色体と防水体の間の様々な固定構成の模式図。モノテリック型とシンテリック型の配置では、セントロメアの張力が生み出されないため、スピンドルチェックポイントによって検出される。 対照的にメロテリック型配置はこの制御機構では検出されない。しかし、こうしたエラーの大部分は細胞が後期に入るまでに検出されて修正される。こうした固定のエラーの修正に重要な因子は染色体パッセンジャー複合体であり、オーロラビーキナーゼ、その標的かつ活性化サブユニットであるインセンプ、他の2つのサブユニットサバイビンとボレアリン、 ダズラ B が含まれる。ドミナントネガティブ変異体、ない、抗体マイクロインジェクションや、選択的薬剤を用いて、この複合体の機能を破壊した細胞では、染色体固定のエラーが蓄積する。多くの研究によって、オーロラ B は、不正確なキネトコア微小管固定の不安定化に必要であり、アンフィテリック型の結合の形成を促進することが示されている。 オーロラ B の酵母ホモログは、キネトコアの構成的タンパク質である NDC10P や NDC80 複合体、ラム1ダッシュトリプル D 複合体のメンバーなどをリン酸化する。NDC80 複合体の構成要素のリン酸化は、キネトコア美小管固定の不安定化を引き起こす。その機能には、オーロラ B の極材が重要であることが提唱されている。オーロラ B は、 キネトコアの内部領域に極在しているため、セントロメアの張力が確立されて、シマイキネトコアが分離された際には、オーロラビーはその機質に到達することができず、その結果キネトコア微生感は安定化される。オーロラビーはいくつかの癌のタイプで高頻度で過剰発現しており、現在抗がん剤の開発の標的となっている。スピンドルチェックポイント、またはスピンドル形成チェックポイントは、 有意と分裂チェックポイントとも呼ばれの検知を担う。集合過程で染色体が一本でも取り残されている場合には、スピンドルチェックポイントは細胞周期の進行を遅らせる。この停止期間の間に細胞は修復機構によって検知された問題を解消する。ある程度の時間の後も問題が解消されない場合は、細胞はアポトーシスの標的となる。アポトーシスは 染色体異数性を避けるための安全機構である。セネップ B などの構造的セントロメアタンパク質は優位と分裂を通じて安定して極在したままであるのに対し、スピンドルチェックポイントの構成要素は微小管不在化に高濃度でキネトコアで組み立てられ、キネトコアに接着した微小管の数が増加するにつれてその濃度は低下する。中期にはセネップ E、バブ3、 バブル1のレベルは、未接着のキネトコアと比較して1、3から1、4に低下し、第ダイナクチン、マット1、マット2、バブル1のレベルは1、10から1、100に低下する。中期に、すべての染色体が中期版に整列した場合には、すべてのチェックポイントタンパク質がキネトコアから放出される。チェックポイントタンパク質がキネトコアから消失したことは、 染色体が中基板に到達し、双方向からの張力が発生していることを示している。この瞬間に CDC20 に結合して阻害しているチェックポイントタンパク質が CDC20 を放出し、CDC20 は APC-C に結合して APC-CCDC20 となって活性化する。この複合体は姉妹染色分体の分離を開始させ、 後期への進行を引き起こす。いくつかの研究では、NDC80 複合体が、マット1マット2と第2のキネトコアへの安定な結合の調節に関与していることが示唆されている。一方で、キネトコア結合タンパク質セネップ A、セネップ C、セネップ E、セネップ H、バブル1は NDC80、ヘック1には依存していない。n d c 八0 ヘック1のレベルが低い細胞で観察される前、中期での停止の延長は、マット2に依存しているが、これらの細胞では、キネトコア状のマット1、マット2、第2のレベルが低下する。NDC80、ヘック1とニューフ2のレベルが共に低下している場合には、マット1とマット2は、キネトコアから完全に消失し、スピンドルチェックポイントは、不活性化される。守護神は、 コヒーシンが後期までセントロメアに結合した状態を維持するために必要不可欠なセントロメアタンパク質である。人のゴイチは前期にセントロメアに結合し後期の開始時に消失する。ヘラ細胞において守護神のレベルを内によって低下させるとコヒーシンは優位と分裂時にセントロメアに留まることができなくなり姉妹染色分体は 後期が開始される前に分離し、有意と分裂の長期間の停止が引き起こされる。また、卵サイクルに関与する、タンパク質がありと分裂時のキネトコアでは、検出される。ランゲイップ1は GTP 結合型ランから、GDP 結合型ランへの変換を促進する、GTP アーゼ活性化タンパク質で、ランブップ2はラン結合タンパク質である。これらのタンパク質は寒気には、 核膜口に位置し、核、細胞質管輸送に関与している。GTP 結合型卵のレベルを増加させる。処理によって、バブ1、バブ3、マット2、セネップ E のキネトコアからの会議が阻害されることから、これらのタンパク質のキネトコアへの極材には、機能的意義があるようである。さらに、S 期の DNA 複製の開始に関与している、複製起点認識複合体のタンパク質、 多くにも人細胞では有意と分裂時にキネトコアに極在している。このことは一部の研究で公母の多くにが姉妹染色分体の結合に関与しており、多くにが細胞からの除去によってスピンドルチェックポイントが活性化することが示唆されていることと一致する。他の多くの構成要素も結合に関与していることが判明している。 防水対極に関係した染色体の運動の大部分はキネトコアビショの伸長や短縮と関係したものである。キネトコアは結合したキネトコアビショの端を。これによって全中期の細胞のキネトコアはダークシオネルインスタビラティと呼ばれる状態となり、極方向への運動と逆方向への運動という持続的な段階の間を移行する。これらの運動は キネトコア微小管の脱重合状態、重合状態とそれぞれ協約している。こうしたキネトコアの総安定性は、キネトコアと防水体局との機械的連結を失うことなく、染色体を防水体の赤道面に整列させる機構の一部を成しているようである。キネトコアの総安定性は、キネトコア微小管の端の動的不安定性に基づいており、 部分的にはキネトコアにおける聴力の存在によって制御されている。哺乳類の培養細胞では、キネトコアでの聴力が低い場合には、キネトコア微小管が脱重合する方向の変化が促進され、高い場合には、キネトコア微小管が重合する方向の変化が促進される。キネトコアタンパク質と微小管の端に結合するタンパク質は、 キネトコア微小管の端のダイナミクスの調節によって、キネトコアの運動を調節する。キネトコア微小管管の相互作用面は高度に動的であり、これらのタンパク質の一部は双方の構造の構成要素となっているようである。キニなどのキネシンはデポリメラーゼのように機能する。微小管の端に結合するティップスは重合を促進し、 デポリメラーゼ作用に対抗すると考えられている。ありがとうございます。